行きで発車します。閉まる前にご注意ください。快速列車の門司港行きです。博多を出ますと次は吉塚に停まります。閉まるドアにご注意ください。
ございます。まもなく千早に着きます。降り口は右側です。開くドアと足元にご注意ください。千早を出ますと次はカシーに停まります。門司港行きです。発車します。閉まるドアにご注意ください。カシーに停まります。次のカシーから乗り換えのご案内をいたします。カシー線土井ジョージャブル方面普通列車の海行きは21時55分、ホーム変わりまして3番線は火事の中方面普通列車の埼玉行きは21時23分、ホーム変わりまして4番線門司港行きです。カシーを出ますと次は復興台前に停まります。発車します。閉まるドアにご注意ください。
の門司港行きです。復興台前を出ますと、次は護岸に停まります。次は福間に停まります。発車します。閉まるドアにご注意ください。
次は東郷に停まります。発車します。閉まるドアにご注意ください。Thank you.
列車の門司港行きです。東郷も出ますと、次は赤間に停まります。発車します。閉まるドアにご注意ください。Thank you.
Thank you.
乗り換えのご案内をいたします。福岡行き方面、中間、倉手方面、普通列車の直方行きは22時ちょうどホーム変わりまして、7番乗り場、若松線、本庄、北島方面、普通列車の若松行きは22時5分ホーム変わりまして6番乗り場からの発車です。ご乗車ありがとうございます。まもなく降りようにつきます。降り口は右側です。5番乗り場につきます。開くドアと足元にご注意ください。列車とホームとの間に広く空いているところがございます。降りの際はお足元に十分お気をつけください。降りを出ますと次は黒崎に停まります。Thank you.
ご乗車ありがとうございます。まもなく黒崎に着きます。降り口は右側です。開くドアと足元にご注意ください。黒崎を出ますと次は矢浜に止まります。
八幡です。この列車は22時12分発快速列車の門司港行きです。特急列車の到着を待ち合わせます。発車までしばらくお待ちください。列車は22時10分発特急きらめき10号門司港行きです。
せいたしました。快速列車の門司港行きです。発車します。閉まるドアにご注意ください。
は西小倉に停まります。発車します。閉まるドアにご注意ください。左側です。
閉まるドアにご注意ください。Thank you.